ハート両方とは、複数の抗 HIV-1 薬を、各人の症状、体質に合わせて組み合わせて投与し、ウイルスの増殖を抑え抗転性、免疫不全症候群の発症を防ぐ治療法である。用語的には、セラピーと両方とで意味が重なってしまうため、単に、ハートあるいは、アートと呼ばれ、2007年以降は、後者の方が正式に使われている。また、 複数の薬剤を組み合わせることから、以前は、俗称的に、カクテル療法とも呼ばれていた時期がある。核酸の抗生物質である、チミジンの水産元の一つをアジドに置換した、アジドチミジンが、HIV-1 の増殖を抑制することが、判明し、1987年に、米国で、初めての抗 HIV-1 薬として、認可される。薬剤のターゲットは、 ウイルス酵素の一つである逆転者酵素である。作用基準としては、ウイルスの逆転者の際、偽物の拡散を取り込ませて、逆転者を途中で止めることによって、ウイルスの増殖を抑制する。このことから、拡散を基本とした、拡散系逆転者酵素阻害剤の開発がされる。しかし、単一種の薬剤による治療では、 薬剤耐性ウイルスの出現が避けられず、また重篤な副作用により、治療を中断せざるを得ない状況が起こるようになった。そこで治療方法の幅を広げるため、1980年代後半には HIV の再生産の時に働くウイルス酵素の一つであるプロテアーゼをターゲットとする薬剤の開発が行われるようになる。作用基準としては、 プロテアーゼの活性中心に結合し、機能を阻害するものが開発された。1990年代前半に、いくつかのプロテアーゼ阻害剤が開発され、1995年に、米国で、最初のプロテアーゼ阻害剤であるサキナビルが正式に、認可される。また、1990年代前半に、それまでとは、作用基準の異なる、逆転車コース阻害剤の開発が始まった。 それまでの逆転車酵素阻害剤とは異なり、逆転車を止めるのではなく、逆転車酵素の活性中心に結合し、機能を阻害するプロテアーゼ阻害剤と同じ発想の薬剤である。拡散を基本としないことから、非拡散系逆転車酵素阻害剤と区別される。そして1996年に、米国でネビラピンが認可される。このようにして、 1990年代中頃には、数種類の高 HIV-1 薬が登場した。1996年国際エイズ学会にて、逆転者酵素阻害剤とプロテアゼ阻害剤を併用することによって、劇的に治療効果が上がったことが発表された。この事実から HIV 感染症治療として、多数の薬剤を組み合わせて、ウイルスの増殖を抑える。 多剤併用療法ハートが行われるようになる。以後、先進諸国では、ハートにより、エイズによる死亡率が顕著に低下し、患者予後が著しく改善された。HIV-1 は突然変異を起こしやすいため、単一の薬剤ではすぐに薬剤体制ウイルスを誘導してしまう。薬剤体制変異は、各薬剤ごとに特異的な点変異を生じることが分かっており、 薬剤それぞれの耐性変異が重ならないように薬剤を組み合わせて処方される。核酸系逆転射酵素阻害剤、非核酸系逆転射酵素阻害剤、プロテアーゼ阻害剤はそれぞれ全く異なる場所に耐性変異を生じるため、これら3種類の薬剤から1つないし2つずつ薬剤を選び組み合わせて使われる。同種の薬剤には耐性変異が 同じ場所に現れるものがあり、これを交差体制という。例えば核酸計逆転写酵素阻害剤の場合、AZT と D4T は同じ場所に体制変異が現れるので同時に使われることは少ない。交差体制はプロテアーゼ阻害剤においても存在するため、薬剤を選択する際には予想される体制変異を考慮して組み合わせて処方する。 一度に服用する錠剤の数を減らすため、はじめから2種類の薬剤を合わせた、コンビビル、エプジコム、ツルバダ、カレトラといった合材が作られており、普及しつつある。また、薬剤耐性変異及び副作用が生じた場合は、薬剤の組み合わせの変更がなされる。近年の研究により、薬剤耐性ウイルスの出現前に、血中のウイルスを 検出限界以下まで減らすことができるようになった。しかしながら、初回治療で感染者の血中ウイルス量が検出限界以下までに抑えられる割合は60%ほどである。残りの40%は何らかの原因で血中のウイルス量が検出限界以下にならない。その原因の多くが薬剤耐性ウイルスの出現である。 薬剤の組み合わせを変更することにより改善する場合もあるが中には多数の薬剤に対して耐性を示し現在認可されているすべての薬剤に対し耐性を示す症例も少なくない一般的に薬剤の使用歴が長く使用した薬剤の種類が多い感染者ほど多くの薬剤に対して耐性を示すウイルスが現れるまた薬剤耐性ウイルスは 薬剤の血中濃度が十分でない時に出現するため薬の飲み忘れを良くしてしまう感染者では薬剤耐性ウイルスの出現度が高くなっている。HIV の増殖を抑えるように緻密な治療方法が考えられ多くの感染者の予後を向上させているが、それでも薬剤耐性ウイルスの出現は避けられず根本的な解決には至っていないのが現状である。 すべての薬剤がそうであるように、ハートにおいても副作用が存在し、それは死に至るまで重症化することがある。長期にわたって薬剤を服用するため、様々な副作用が起こっている。核酸系逆転写酵素素外剤によって引き起こされる、ミトコンドリア障害に近する、乳酸アシドーシス、脂肪肝は特に重大な副作用である。その結果、 肝機能障害を引き起こし死に至る場合もある。プロテアーゼ阻害剤では、体脂肪分布異常や脂質異常症など、リポジストロフィーと言われる体脂肪異常が起こる。その結果、動脈硬化などの血管疾患を引き起こす。このような副作用が出た場合は、薬剤の変更が検討されるが、先の薬剤体制との関連もあり、治療の選択肢が広いとは言えない。 治療によるメリットと副作用によるデメリットを考慮して治療を中断することもある。高額な薬剤費用のため、後進国では十分にハートによる治療を行うことができない。コピー薬の認可制作や価格を抑えた治療薬等の対策も行われているが、まだ十分ではない。ありがとうございます。